こんにちは、メルルーサ丸岡です。いや夏ですね。今動画を撮っているのが2024年の8月1日なんですけど、めちゃめちゃ暑いです。今年はそんな暑さって私たち人間だけじゃなくて iPad とかね、 MacBook とかそういうガジェットにも大敵なわけですよ。というわけで今回私 iPad 用にですね、一つ冷却アイテムを導入してみましたので、どんな感じで使えるのかっていうところを紹介していこうと思います。もちろん iPad だけじゃなくてノートパソコンとかね、そういうものの冷却にも使えますし、結構おすすめできるんじゃないかなと個人的には思っていますので、良ければ最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。というわけで私の後ろに iPad が置いてありますけれども、今ねこの iPad を乗っけているのが冷却アイテムなんですよ。はい、ちょっとお見せするとこんな感じのよくある iPad スタンドっていう感じですよね。高さを自在に変えられる、 Amazon とかでもねよく見る形のスタンドなんじゃないかなと思います。そんな一見よくあるタブレットスタンド、 PC スタンドなんですけど、こう中見てもらうと分かりますかね。中に大きなファンが内蔵されているんですよ。普通のスタンドってね、この板1枚だけだと思うんですけど、めちゃめちゃでかいファンが内蔵されてるんですよね。はい、こんな感じでタブレットスタンドの中にファンが内蔵されているっていう、こういうものを買ってみたんですよ。でこの製品がですね、メーカー名がめちゃめちゃ読み方が難しくて、これなんて読むんですかね、もう全く分かんないんですよ。なのでこの動画ではですね、めっちゃ便利スタンドって呼びます、そんな感じで行こうと思います。この端末の真後ろでね、ファンをぶん回してあげて端末を強制的に冷却しようっていう、めちゃめちゃ単純な仕組みなんですけど、これがね結構効果あるんですよ。そもそもなんで端末を冷却してあげる必要があるのかっていうと、普通のノートパソコンだったり MacBook だったら MacBook Pro なんかはファンが内蔵されてるじゃないですか。でこの M4 iPad Pro に関してもこのリンゴマークがね冷却板になっていて、熱を排出する仕組みができてるんですよ。なのでとにかくこういう端末にとって熱は大敵なわけですね。で一応 iPad にもこういう冷却板が入っていたりしますし、 MacBook なんかだとファンが内蔵されていたりもするんですけど、それでもやっぱりファンの冷却だけでは追いつかないシーンっていうのがあって、私なんかだと動画の編集をしたりだとか、あるいは iPad のユーザーさんだと重ためなゲームをね何時間もやったりだとか、内蔵の冷却システムだけでは間に合わない場合があるんです。ただ一方でね、そうやって熱が上がりすぎて端末が壊れてしまっても困るので、端末の中にも安全装置があるわけですね。処理が重くなって熱が上がりすぎた場合にちょっとね自分で性能を CPU とか GPU の処理の性能を落としてあげて若干クールダウンしようかなみたいな、そういう安全装置がついているんですよ。なのである程度熱くなりすぎても端末にダメージがいくっていうことはないんですが、やっぱりね作業中に勝手に処理を下げられてはこっちは困るわけですよ。できれば長時間フルパワーで使いたいですよね。なのでファンが内蔵されている端末だとそんなに必要なかったりもするんですけど、 iPad とかあとは MacBook だと MacBook Air ですかね、ファンが内蔵されていない端末だとそのちょっと性能落とそうかなって思うまでがすごく早いので、外部ファンで冷やしてあげてその MAX で処理できる時間っていうのを伸ばしてあげる感じですかね。そんな感じで外部の冷却システムっていうのは割と重要になってくるんですよ。で今まで私が使ってきたものだと動画でも何回か紹介しているんですけど、こちらのウランジっていうメーカーのファンなんですね。これがカメラ用のアイテムなんですけど、裏が吸盤になっていて、動画の編集中で重たいなとか書き出し中でちょっとね時間かかっちゃうなっていう時にこんな感じでくっつけてあげてファンを回してあげるっていう、これをよく紹介していたんですけど、吸盤なんでね熱が上がりすぎるとポロって取れてしまったりするっていうところ、まあそもそも iPad に取り付けるようにできてないですからね、そういうところがあったりだとか、あとはね最近カメラ用に改良されてしまって吸盤タイプじゃなくなっちゃったんですよ。なのでこれがね旧モデルなんです。そんなわけでそもそも iPad 用に作られたものじゃないし旧モデルだしっていうところで、よくねこれ何ですかって質問されるんですけど、なかなかおすすめできずにいたんですね。でいろいろ Amazon を探していたりしたんですけど、なかなかねあの冷却スタンドみたいなものってあんまり良さそうだなって思うものがなくて、ずっと探していたんですけど、今回のこれはね結構おすすめできるんじゃないかなと思って動画で紹介することにしました。で特徴としては最初にお伝えした通り、このボヤタタイプのスタンドの中にファンが入っているっていう製品なんですけど、このカメラ用のファンと違って中に電源っていうのはないので、別途電源を取ってあげる必要があります。なので付属品としてタイプ A のケーブル、それからタイプ A から C に変換するコネクタ、あとはスタンドをちょっとねきつめに締めてあげたりするこういうパイプレンチがついてますね。はい、なのでてっぺんの
電源ポートに挿してあげて、ちょっと仮でモバイルバッテリーでやりますけど、全然普通のアダプターで大丈夫です。こんな感じで電源を取ってあげて、スイッチを入れるとこんな感じでめちゃめちゃ多く光ってますけど、ファンが回るわけですね。まあ、これね、なんかなかなかゲーミング感があって苦手な人もいるかもしれないですけど、端末を乗っけてしまえばそんなに気にならないです。でサイズ的には iPad Pro 11インチなんですけど、 iPad Pro 11インチだとちょっと余るかなっていうところですね。 MacBook とか iPad Pro の 12.9 インチだったらこんな感じで割といいサイズ感になってくるんじゃないかなと思いますね。でですね、特徴がもう一つあって、まあ、こんな感じの頑丈なスタンドと冷却ファンがついていますっていうだけでも結構おすすめなんですけど、ファンがついている機械、この機構の中に USB ハブがついてるんですよね。これがね、なかなかポイント高いなと思いますね。構成としてはここがファンの電源で、1個だけ USB インとなっているので、ここにこのケーブルを接続してあげます。この付属のケーブル自体が USB 3.0 対応になっていて、例えば iPad だったり MacBook に接続してあげればプラス4ポート USB 3.0 が追加できる、そういうハブ機能がついているんですよ。ケーブルは何でもいいんですけど、例えば純正のケーブルであればこんな感じの Type-C コネクタもついてくるので、 iPad を置いてあげてこう接続しますと。で例えばこういうマウスとかですよね、意外と無線マウスのコネクタって Type-A だったりしますよね。これをここに接続してあげればこのままマウスが使えちゃいますよという感じで、でマウスはもちろんなんですけど USB 3.0 なのでしっかりと速度が出るので、こういう SSD なんかも接続してあげることができます。はい、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、こんな感じで、これね Ninja 5っていう SSD なんですけど、しっかりと認識しています。はい、ただこのハブ機能に関しては電源供給はできないので、まあ、ノートパソコンとかですね、 MacBook の場合だと普通に Type-C コネクターがさらにあったりして、そこから電源を取ったりマグセーフから電源を取ったりできるんですけど、 iPad の場合はポートが1個しかないので、電源供給もしたい場合は別途こういう電源供給ができるタイプのハブを用意しなきゃいけないですね。ここはちょっとごちゃごちゃするかなっていう感じです。 iPad の場合はハブを経由して iPad を接続してあげるっていう感じですね。でハブに電源を供給してこういう状態を作ってあげれば、まあ、USB ハブ、こっちのハブも使えますし、スタンドに内蔵されている USB Type A のハブもさらに追加で使えるっていう感じですね。で MacBook のアプリを使ってこの USB 3.0 のスピードっていうのも見てみたんですけど、スピードもしっかり出てましたね。まあ、とはいえ USB 3.0 なので、最近の規格だと USB 3.2 Gen 2とかね、あとはサンダーボルト4とか、そこと比べるとまあ見劣りはするんですけど、それでもまあまあ十分、例えばこの中にある動画データを直接編集したりだとか、そういう使い方はできるかなといったところでしたね。私の場合はこのスタンドをこういう感じで寝かせ目にモニターの前にね iPad Pro 11インチを置くんですよ。そういう置き方をするとこのねてっぺんにあるハブって、まあ、若干不便ではありますね。なのでこういう LG コネクタをいろいろと組み合わせてできるだけ上方向に出っ張らないような形にしてます。背面がこんな感じになってますが、まあ、ちょっとねポートは潰れてしまうんですけど、こういう S 字になるようなコネクタをつけて、はい、こんな感じで下方向にケーブルが伸びるような細工をしてますね。コネクタが伸びてきてしまったせいで USB Type A のポートが2つ使えなくなってしまうんですけど、それでももともと接続しているハブにプラスして2つ Type A がつくとなかなか便利に使えるんですよね。世の中最近はもうね Type A のコネクタが主流になりつつあって、私たちも Type A だったりマイクロ B がついている機器に Type-C だったらよかったのになとかいろいろ文句を言うわけですけど、とはいえ Type A が全くなくなったわけじゃないんで、 MacBook とか iPad なんかはもう Type-C しかないわけですけど、あ Type A の機器ちょっとつなぎたいんだよなみたいなシーンが頻発するわけですよね。なのでこのハブっていうのは常に使わなくてもいいんですけど、不意にタイプ A が必要になった時の救世主的にあるとすごく便利なんですよね。しかもこの手の製品ってハブ機能がついていても USB 2.0 とかのね、まあ、キーボードとかマウスがつなげられればいいかなぐらいのものが多かったんですけど、このめっちゃ便利スタンドだけはね USB 3.0 対応だったんですよ。何かと活躍してくれるめっちゃ便利スタンドなんじゃないかなと思いますね。でそんなめっちゃ便利スタンドなんですけど、じゃあこのファンのね威力はどうなんだっていうところですよね。こんな感じでかなり大きなファンがついてるんですけど、じゃあ扇風機並みにサーキュレーターみたいな感じでガンガン風が来るかっていうとそんなこともなくて、例えばこの服のひらひらですね、近づけてみますけど、
このぐらいなんですよ。全然じゃないですか。もうこのぐらい離してしまうと全く風は来ていない。なので風自体はめちゃめちゃ強いっていう感じではないんですけど、効果としてはね結構あるなと思いました。長時間動画編集をしていく中で、だんだんね何もない状態でやってるとカクカクしてきたりするんですけど、そういうのが一切なくなりましたし、動画のエンコードですね、書き出しをした結果がこちらなんですけれども、もともとね何もない状態で書き出していると52分かかる、そんな重たい動画データがあったんですが、約10分の短縮をすることができました。なので、確実に効果はあるんだと思います。私の動画のプロジェクトっていうのが結構重たいので、冷やしたところでこの M4iPad のその性能の限界っていうのがあったりはするんですけど、そんな中でも10分短縮ですからね、6本動画を書き出せばもう1時間の短縮になるのでかなりでかいですよね。ただこれってこのめっちゃ便利スタンドのでっかいファンだからそういう効果があるのかって言ったら、そこまでじゃないと思っていて、効果的にはこのいつも使っている小さなファンと同じかなと。特に M4iPad の場合は基本的にこのリンゴマークで排熱しているような形になるので、リンゴマークを覆えてしまうぐらいのサイズ感のファンであればそんなに変わらないのかなといったところでした。とはいえ確実に効果はありますし、こういうモバイル系のねファンの場合はいちいちねこれから重たい作業をするとかちょっと重たくなってきたなっていう時に毎回こうやってつけていたんですけど、このスタンドだったらいつも私の場合だとモニターの前に置きっぱなしにしてるわけですけど、普段はこのまま使っていて、あちょっとファンつけたいなと思ったらスイッチオンにしてあげると、これだけで済むのでかなり楽になりましたね。なんならずっとつけててもいいんじゃないかなっていうところですね。電気代もそんなにかかんないと思いますし、音さえ気にしなければつけっぱでもいいのかなと思いました。ちなみにファンの音ですけど、マイクを近づけてみます。こんな感じです。スイッチオン、今ねファンがこう出てる状態なんですけど、端末を置いてあげると意外とちょっと頑張ってる時の MacBook Pro みたいな、そのぐらいの音量には収まりますね。全然許容範囲内なんじゃないかなと思います。この状態でここにねマイクを置いて配信とかする人は音が気になっちゃうかもしれないですけど、それでもね夏場エアコンとかサーキュレーターとかついてますから、これは個人差あると思うんですけど、個人的にはね全然 OK かなと思ってます。で、一つ注意点で言うと、私みたいにね11インチの iPad を置きたい場合、一応滑り止め兼傷防止のゴムマットみたいなものがついていて、この爪の部分なんかも端末が傷つかないようにはなってるんですけど、11インチの場合は絶妙にゴムとゴムの間っていうんですかね、そのまま普通に置こうとすると iPad の背面にマグネットが入っているのでパチンと鉄板にくっついてしまう感覚がありました。なので私は対策としてゴム足を追加しましたね。これねめちゃめちゃおすすめなんですけど、みんな大好き 3M のしっかりくっつくクッションゴムっていうやつですね。さすが 3M っていうところで、こう剥がしてあげてもノリ残りもなく使えるんですよね。それでいて使ってる間に勝手に外れるとかはあんまりないので、すごくおすすめできますね。マグネットが効いて鉄板に向かって近づいてはいくんですけど、ゴム足でカバーされているっていう、こういう状態を作ることができるので、11インチを置きたい人はクッションゴム買った方がいいですね。持ち出しにはいまいちかなと思いますけど、家用にこういうがっしりしたスタンドあるといいですよね。さらにファン内蔵で端末を冷やしてくれるというところで非常におすすめできるんじゃないかなと思います。でですね、1年前ぐらいに私動画で紹介したと思うんですけど、この使い方が結構良くて去年めちゃめちゃ使ったんですよね。ただこの使い方の難点って、キーボードの上を iPad で塞いでしまうので、キーボード側からの排熱っていうのが結構弱くなるんですよ。そんな時こそこのめっちゃ便利スタンドですよ。ファンで後ろから冷やしてあげつつ、さらに MacBook と、ケーブルを接続すれば USB ハブにもなってくれると、この使い方にはめちゃめちゃハマるんじゃないかなと思います。私は iPad の冷却問題で悩んでいたので iPad に使っているっていうところですね。はい、というわけで以上となります。ここまで見ていただきましてありがとうございました。このチャンネルではこんな感じでガジェットや Apple 製品のお話をよくしておりますので、よければ他の動画もチェックしてみてください。すると今回の動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録やグッドボタンで応援のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。めるるさまるおかでした。バイバイ。